ートーベンの第九を少し不自由そうに歌っている女性、高柳康代さん。元医師である高柳康代さんは、2023年8月、突然自宅で倒れました。脳梗塞でした。大脳の一部が損傷し、運動機能に麻痺が出ましたが、その後、懸命にリハビリし、少しずつ回復をしていきました。そんな矢先の2023年12月に脳梗塞が再度発症、右上下肢麻痺を患ってしまいます。しかも脳へのダメージによる障害はこれだけではありませんでした。診断された症状は失語症でした。失語症とは大脳の言語中枢が損傷したことで起こる言葉の障害で、話す、聞く、読む、書くなどうまくできなくなってしまい、全国におよそ50万人いるとされています。まあ、発症した時は、画像はこんな風で、左側の側頭葉の心原性脳塞栓症というタイプの、ね、脳梗塞なんですけども、これ少し衰退炎といって運動機能からは少し外れているので、比較的手足の様子は麻痺が残ったりとかはされてないんですけど、逆に言うとこの失語に関係するエリアっていうのは、一番強く脳卒中脳梗塞として、障害が出てるということになりますね。高柳さんは週に1回愛知県弥富市にある海航海リハビリテーション病院へリハビリに通っています。では先生、カードの練習行きましょうか。素晴らしい、返事がすごい。はい、じゃあ今日この3つから行きましょう。先生、これどう、良さそう。悩ましい、はい、悩ましい。ちょっとじゃあ1個外そうかな。これだとどうですか先生、この2つだとどっちが当てはまりますか。少しずつ回復はしていますが、スムーズに選択することができません。しかし少しでも良くなろうという思いでリハビリに通っています。相当こう頭を使って、もう最大限の自分 の脳をフル活用して言葉を選んだり文字を書いたりってしてるんだろうなって思います。じゃあ私の方では言語のリハビリなんですけど、安代先生最初結構失語症も重度 でそこからちょっとずつこう良くなってきて、今はこういった絵カードを使いながら、頭の中の、言葉の意味とか理解っていうのも深めていって、そこからこう正しい発話を導き出すというような感じの訓練をしています。だいたいリハビリ時間40分あるんですけど、40分間ずっと集中してちゃんと取り組まれて、前よりも理解も上がってきているので、訓練内容的にも少し難しくしてもできるようになってきているのと、あとは日常生活でも、偶発的にではあるんですけど、その場に合った正しい発話が出ているっていうところを、ちょっとずつ効果が出てきているんじゃないかなと思います。高柳さんがリハビリに一生懸命取り組むことには理由がありました。高柳さんは92歳まで現役眼科医として診療に当たっていました。常に誰かのためになりたいという強い信念を持って働かれていたそうです。誰かのためになりたいというのが、医師として障害を持ったからこそ余計に今多分あるんじゃないかなって思ってます。自宅でもリハビリに励む高柳さん、高柳さんにはもう一つリハビリを頑張る理由がありました。それは大好きな歌を歌うことです。高柳さんは毎年年末の大工コンサートに参加するなど、その生活は歌と共にありました。
もうとにかく歌うことが一番好き。だから まさか舌巻いて歌えるとはあの頃は思ってなかったですけど、まあ、ずっと95年から毎年毎日歌ってきたっていうところがやっぱりちゃんと記憶に残ってるのと、ちょっと運動としても残っていたから、それをなんかこうで練習してこうなんか組み立てられたのかなって思います。だって何だってドイツ語ですから。最初の状況はもうほとんど言葉出なかったので、今でもある程度会話であったり、それからあとはあの喋るのは少し苦手ですけど、聞く能力ね、聞いて理解する能力っていうのは改善している部分がありますね。時間はかかりますけど、少しずつ一歩一歩ね、その改善している状況にはなりますね。主治医の田丸先生によれば、高柳さんはだんだんと回復をしてきているそうです。最後にリハビリテーション科の医師でもある高柳康代先生の娘智子先生からのメッセージです。もともと何が楽しかった、もともと何をすることが好きだったっていうことに喜びを見出して、新しいなんかそこ暮らし方を身につけてくれたら、あの本人も家族もハッピーに過ごせるんじゃないかなって、そんな風に思ってほしいなって思ってます。高柳康代さんが脳梗塞を発症し失語症と診断されてから約1年、少しずつできることが増えてきました。生活の中で不自由なことはありますが、しっかりとしたリハビリを継続し、大好きな音楽を楽しんでいます。